はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード7、2周目、続きをやっていきたいと思います。赤の基盤を手に入れましたので、次は子供部屋の方ですねに行って、青の基盤を取りに行くというところですね。2階子供部屋、じゃあ行きますか。ちょいと、久しぶりになるので操作方法とか大丈夫だよな。でもうそのまま2階へ突き進みましょう。こっちに行くときには別に敵は出なかったよね。そう、ここがね、うおめっちゃ侵食されてるけど、あ、そう、ついついね連打しちゃうんだよね。いやでも怖えな、やっぱり。で、閉めておこう。あれ、そう、閉めよう閉めよう。で、壊れていると。開いてハーブ、ここは何にもない。4月何日、オリバーは静かになった。たまに天井をコンコン叩く音がする。5月何日、すごく臭い。屋根裏から変な汁が垂れてきた。リモコンのトロフィーをまた改造した。これで寝るときもピカピカだ。先にこっちを読まないとダメか。話が何のこっちゃってなるかね。ショットガンの弾を取って、4月何日、母さんに町の病院に連れてかれた。変な機械で頭の写真を撮られた。おもちゃ屋で259個目のパズルを買ってもらった。4月何日、薄のろオリバーにお前は頭の病気だってからかわれた。4月何日、バースデーパーティーと嘘をついてオリバーをうちに呼んだ。屋根裏に上がらせてからリモコンで外から閉じ込めた。オリバーのやつベソ書いて出してくれよルーカスだって。4月何日、ゾイが勝手に入らないようにはしごのリモコンを改造した。発明大会のトロフィーと合体させたから絶対に見つからないぜ。で、さっきのあっちの手記に行くわけですね。で、ここら辺はまあ別になんてことはないんで、で、こういうトロフィーもまあ別になんてことないんで、自作ロボット選手権佳作、自動工作大会2位と。まあ、ただここでこういうのが得意なんだなというのが分かる感じですね。自動工作大会3位、でも結局1位は取れてないんだよね。すげえやつがいたのか。ハンドガンの弾をゲットして、でサッカーボールは特に何にもなしと。あとはサプリメントな、まあ、いらないっちゃいらないんだけどな。わりかしアイテムが圧迫されてるからな。で、キーピックをゲットしておきましょう。あとキーピックで開けるとこどこだっけ。あれを開けてないか。1階のところの本当に最初の方のところっすね。で、これを押してはしごが降りてきて上に行きましょう。で、開けてビデオテープバースデー、あ、これはやっぱりトレーラーハウスに戻ってから見ましょう。これでおもちゃの手斧、前回はねこのおもちゃの手斧がさっぱり分かんなかったからね。で、ショットガンの模型取って、で、ただそうすげえアイテムが圧迫されるんだよね。改築工事請負契約書、注文者ジャック・ベイカー様、請負者トレバー&チェンバレン設計事務所、工期1992年11月10日から、1992年11月30日工事内訳、メインホール投影機及び仕掛け扉の設置と。トレバー&チェンバレン設計事務所は、まあ、バイオハザード1の洋館を設計した人みたいですね。トレバーだからあれか、リサトレバーの関係者だよね。なんだっけ、もう忘れちゃったな、そこら辺の話は。薬液強化、薬液強化ちょっとな、欲しいからな、どうしようか。まあ、ハーブ使って、サプリメントはもう捨てるか。で、薬液強で、これ合成させよう。アイテム合成で、ないわ。
サプリメントと合成させればよかったのか。とりあえずこの絵を見て、裁きと題された絵だ。群衆に囲まれたひざまずく女性が描かれている。ほんほんほんと。よし、じゃあこれをまたやりますか。まずなんとなくそれっぽい形にしてから、あ、今なんかいい感じになった気がするな。よし、 OK ですね。ちょっと手間取ったな。で、電子基板青ゲットと。じゃあ戻りましょうか。これもさ、もうそのままサクッと飛び降りたいよね、どっちかっていうと。で、このまま中庭へ戻りましょう。ショットガンな、どうすっかな。4発ショットガン、まあ、いらないっちゃいらないからな。2つ開けないといけないからね。電話、ほんとタイミングいいよな。よーい坊、いいか、その2つの基盤でパーティーに参加できるからな。遅れねえようにな。ミアと話をさせろ。まあまあそう焦んなって。その前にまずはパーティーだろ。パーティーの場所はどこか分かってるよな。中庭から入れるぞ。ほらさっさと行けよ。みんな待ってんだからな。よし行こう。でここでね、やつらが出てくるんですよね。 いるな、見えるね。捕捉されたな、早っ。ほら倒したか、一発で。もう一人いるんだよね、どっかに。どっから出てきてたんだ。いた、こっちか。まだ生きてる。倒したか。よし、まあ、2体だけだったよね。で、中庭のね、こっちですね。こっちどっち。俺も1周目を素通りしたから。あ、これこれこれ。ここに手斧のを置いてじゃないの。あ、そう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 、手斧をやって、1357にするんですよ。7に。でこれが開いたと。スタビライザー、よっしゃ。でスタビライザーはもうそのまま使っちゃいましょう。いいね、これでまたリロード時間が短縮できるか。さて、一応閉めて、じゃあ一応ビデオテープを見ましょう。バースデー、なんとかウェブ、ハッピーバースデー、エクスペリメント、キャントレス、パッシング、わからん、なんとかソルブパズルズ、パズルを解くことができるかみたいな感じかな。よよ、相棒、お前はマジでよ、ラッキーな野郎だぜ。いや、マジ、お前が羨ましいよ。なんだ、信じねえのか嘘じゃねえって、絶対楽しいからよ。これは俺が何週間もかけて作ったんだ。何週間もかけたんだ。でやっと完成したんだ、お前のためにな。おいおいおい、なんだ、やめろよ、そんな顔すんなって。絶対面白いぞ、楽しんでけや。でこいつはあれっすね、一番最初のビデオテープに出てきてた、ビデオカメラを持ってた人。もう明るいね、やっぱり一番明るくしてるから。とりあえずろうそくをゲットしましょう。でこのままこっちへ行っ
て消えちゃったと。ルーカスの声聞けたっけ。このゲームはな、辛くて苦しい死に方をしたくないだったら、ここから脱出しないとゲームってんだ。まあ名前はまだ仮だけどな、ルールは簡単、ろうそくをつけてケーキに立てるだけ。いいか、ちゃんと笑えよ。右の方から聞こえた。お前のパーティーなんだからな。ちゃんとスピーカーがあるんだね。いいからやろう。どこのスピーカーから流れてたかわかんないけど、まあいいか。まずはこれをつけて、ちょっと待ってね。その前にだ、その前に。どうせこっちに行くから、つまみを取りましょう。で、つまみを取りましたと。で、こぼれてきてますね。下げそうにないと。これは絶対、石油的な何かですね。ろうそくをつけて、でここから気体が溢れてるのと、ここになんか絵があるのと、でここは塞がれてるからろうそくで切りましょうと。でまあ風船がなんかいっぱいある。でここに風船と。でここの扉は、コードが分からなければ開けるのは難しそうだぞ。ハッピーになってるね。ハッピーに。この風船、ルーカス本当一個一個やったのかね。大変だな。口で膨らませたのかね。ポンプみたいなの使ったのかな。で、あとはそうか、こっちか。ここをガチャッとやるとなんか出てきましたねと。ああ勘弁してくれよ。くそ汚いな。で汚れた望遠鏡で、汚れた望遠鏡自体はまあ汚れてるんで見えないですね。でこの汚れた望遠鏡はここで洗い流せるんで、よし、これで綺麗になりましたと。そこから、この望遠鏡で絵を覗いてみると、まあ、何か浮かび上がってきますと。まあ、右から、まあ、よく表現がよくわかんないですけどね、この赤ちゃん的なやつと、なんか座ってる的なやつと、剣持った人みたいな。あと、そうか、ここから、気体が溢れてるんで、逃げろ、逃げらんない。うわー、これなんかどこに刺さってんのって感じだよね。一瞬股間に刺さってるように見えんだけど。よし、羽ペンをゲットで、これはここですね。剣持った人的なやつで、真ん中がこれか、なんか鈴みたいな感じだね。で赤ちゃんで開きましたと。で、わら人形 U って書いてあるね。 U ってで、このわら人形はここで燃やして、お前の末路だみたいな。人形の指で、アイテムが揃ったところで、まず、カッカに指をつけましょう。で、羽ペンを持たせんのか。羽ペンを持たせて、で、さらに、つまみで、こいつを回すと。おお。何なんだこれは。何してた。どうなってんだ。やめてくれ。やめろ。やめてくれ。ルーザー。傷跡を確認。
ルーザーになってるね。で、これで解除コードが分かったんで、ここをルーザーにしましょう。あれ、これ違った。で、最後が R と。これとか何が入ってんだろうね。で、ヒア、バルブハンドル。で、バルブハンドルを取り付けて、まあ、ここら辺のね、流れは、なんか望遠鏡の流れとかは知ってれば、別にすっ飛ばしてもいいんですけど、まあ一応、手順を一つずつこなしていきましょう。もう一回火をつけて、さ、本当にケーキなの？食えんのこのケーキ。なんか書いてありますね。ハッピーハッピーファッキングバースデーになってんね。ゴッドはライト、ライトは手に入れたかみたいな、そんな感じか。ライトを手に入れろ、わかんないなでもハテナになってるからね、疑問形でいいのか。あ、違う違う違う、これ爆発するから食えるわけねえわ普通に考えて。で、つまみを取った時にあれですね、石油が漏れちゃったんで火が燃え移っちゃいましたと。なんだよ、やめてくれ、畜生、頼む、やめてくれ。あ、ここ閉まってる、助けてくれ。やめて、いや俺もっと前で死んだだろう。ハッピーバースデー。てかここの施設自体がさ燃えちゃいそうなのにさそこら辺はルーカスが計算したのかな。で、そう、このままちょっと青の基板と赤の基板を使ってパーティー会場へ行きたいんですけど、エブリウェア人形を一つ、忘れてましたね。ついでにショットガンも回収してくるか。2つ空いてれば大丈夫だから、よし、子供部屋にエブリウェア人形が確かあったはずなんで、ちょっとそれをサクッと取りに行きましょう。で、ついでにショットガンも回収してと。でもね、このショットガン本当使わないんだよね。で、ショットガンの模型と。で、今どっちのショットガンこれ。あ、ここに4発分のショットガンはあるからな。結局ね、4発使おうとしても癖でね、弾をリロードしちゃうんすよね。で、結局もう一回使わなきゃみたいな。ここだっけ、はしごを登って、あー、ここか。ナイフで届くか届かないわな。競争弾はさすがにもったいないから、これで倒そう。じゃあちょっとまたトレーラーハウスに戻りましょう。弾を装填して、いやー、このハンドガンもやっぱかっこいいね。ショットガンにね入ってる4発の弾がね回収できればいいんだけど、使わないといけないからね。
引用しておけ。じゃあちょっと次はパーティー会場へ行くところなので、少し早いですけどキリがいいのでここで一旦閉めましょう。アイテムを回収します。基盤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 どこだ。あった、青の基盤と赤の基盤を取り出して、あと鍵か、鍵はいらないっすね。で防御の極意は一応持っておいて、あとなんかなんだっけ、牽制のコインか、これどうすっかね、一応持っとく。でそうするとグレネードの弾が 1+3 でしょ。でまあハンドガンの弾がね競争弾それなりにあるから、ガンパウダーと合成させますか、どうせだから。合成させて、でガンパウダー置いて、で競争弾16発、結構あるね。よし、じゃあこれで、次回やっていきましょう。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。